ックス桜餅さんからいただきました。ありがとうございます。僕が学生時代初めてバイトした時のことです。バイト先にひときわエロくて綺麗な人がいたよくわかんないんだけどさ、あのこの綺麗な人、ただ綺麗な人でいいじゃない、書くときに。エロくて綺麗な人です。エロが先に来ちゃってるっていうことはどういうことなんだろうね。フェロモンが出てんのかな。だって綺麗でエロい人じゃないもんね。エロくて綺麗な人なんだもんね見た目からだよね。そんな人いる？あんまり身近にいないよね。道歩いててエロっていう人いない、いないよねいないよねここにか、ちょっと引っかかっちゃったんだけど。エロくて綺麗な人がいたので、ついじーっと見たり、知らず知らず目で追ったりしていました。ある程度仲良くなってからある日、私のことずっと見てたでしょう。最初〇〇くんキモかったわーと、冗談半分に言われました。どうせなら真顔で言って欲しかったです。サメに求めちゃう感じ？そうですか。へぇー。その人気になるなぁ。そんなラッキーなバイト先あります？ねえ、いいね。まあでも、キモいってなかなか言われないからな。坂本さんにはよく言ってるかもしれないけど。あれ？言ってはいるな。よく言ってそうだね。なんでだろうね。言いやすいのかな？ごめんね。あ、謝られても嫌だよね。そうだね。あ、ごめん。キモい、キモい。ちょっと待って。ボケず掘ってるよね。言わなくてもいいのに言ったよね、今。そうだよね。まあ、真顔で言って欲しかったぐらいなんだから、M だよね。そっか。私でも実際にその、エロくて綺麗な女の人にキモいと言われたことがないからな。言われたらきっと痺れるんだろうね。はぁーって。エロくて綺麗な人がね、思い浮かばないんですよ。どういう人なんだろうね。布面積が少ない。だけかしら。いやでも布面積が少なくったってさ、エロくならない人は絶対いますって。私とか多分布面積少なくったって、エロかならないと思う。なんか面白、おばちゃんみたいになると、なんか来ちゃったみたいな、これで来ちゃったみたいになるから、難しいよね。だって服着たってエロい人はエロいんだからさ。いや、そういうことだよね。高橋千明さん、そうだよ。エロくて綺麗な人っていうワードで一番最初に思い浮かんだのは高橋千明さんだったの。そうだった。だから、千秋さんみたいな人がいたのかな？かもしれない。え、なんで髪が。いいじゃないですか。